今回は HGD プラスゴジラ02ですね、第2作品2作目を、レビューしようかなと思います。はい、まずはこの、キリュウのメカゴジラさんですね。はい、やっぱなんかこう D プラスなんかいいっすね。このクオリティ感がだいぶ、あのお値段は高くなりましたが、クオリティはだいぶ、高くなったので、まあコレクターからしたらかなり満足のいく、仕上がりかなと思います。で、次がこのヘドラさんですね。ヘドラ、これもあのだいぶこの色の使い方とか、こだわりが結構見えてあのハイグレードな感じがします。で、次がビオランテの、お花の時のバージョンですね。で、あまりそのこのバラの形態の時ってあまりフィギュア化とかガチャガチャ化されたことなかったか、この HGC 過去の HG シリーズでも。なので、このバージョンが結構欲しいっていうか、まあ商品化してほしいっていうのがだいぶあったんで、コレクターとしてもあのだいぶファンとしては、なんかこうテンション高くなる商品となっております。次がこのゴジラ1989ですね。このビオランテが89年だったので、このビオゴジと言われる1989年版ビオゴジとなっております。で、顔とかすごい、なんかすごいちゃんと再現されて、すっごいかっこいいです。が、なんかちょっと気になるのがこのここからここのなんか色がなんかちょっとなんかここまでは色があるけど、ここからなんかないんじゃないかっていうようにちょっと見えちゃうのがちょっと辛いかなってとこですかね。辛くはないけど、まあ別に気になる人は気になっちゃうかもしれないですね、ここは。で、まあ顔がすごいかっこいいっすね、これは。はい、ってことで今回はこの HGD プラスゴジラ02ですねを、振り返ってみました。はい、以上となります。はーい。